何がなんでだよ。君がこなしてるからじゃん。これ何が駐車違反なの？何を言ってるの？ここのと通りずっと並んじゃってるんで、はい、あの駐車場いっぱい、もしいっぱい入れないって言ってるんで、うん、入れないんだったら流してください。ただそれだけです。何を根拠に言ってるの？駐車場に入るのに停車するってこうあの道交法違反なの？駐車違反とかじゃなくて、いやだから道交法違反って聞いてるから。一応俺 NHK 党の党首の立花です。政治家です。はい。立花さん今ここに今だからそう止めてるから君がチャイチェイってやるからさ。待ってるんだよ。駐車場開くの。で、違反だったら、毒よ。直ちに。教えて。何法違反？違反、あの、見てわかるように、車の邪魔になってるんじゃないですか。あの、警察官なんだから、法律上の話をしてもらわないと、これ邪魔になってるかなってないかって言えば、少なくとも渋滞はしてませんよ。移動してくださいっていうふうにいやだからお願いしてるんです。移動のお願いなのか強制なのかわからないけども、強制じゃなくてじゃあお願いだとしたら お願いしてるんです。お願いだとしたら何法に基づいてなの？いやこれが渋滞してるのは俺もわかるでしょ。だから渋滞してないじゃん。移動してください。いやごめんなさい、だから渋滞してないじゃん。渋滞してないでしょ。何のお願いよ。並んでる人にさ、そんなお願いされて気の弱い人だけ列から出ていったら並んでた時間どうなるのよ。お願いするなら根拠ないと、制服着たおまわりさんがそれ聞いてるのよ。本部でも確認してよ。こうなるじゃん普通は。ちょっと呼んで。できないので移動お願いします。ちょっと呼んでよ。何根拠よおまわりさん。うん、いやおかしいって、おかしいって、刑事ちょっとおまわりさんおかしいって、これを排除するおかしいって、おかしいよ。駐車違反でも何でもないじゃん。みんな並んで待ってるんじゃん。渋滞もしてないじゃん。いやおかしなことをお願いするのはおまわりさんとしておかしいでしょって。そうそう、ちゃんと説明して。110番がまず入りました。110番入ったね。で苦情が入ってるんですよ、はい、で それを言ってください、はい、で苦情に基づいて、うん、私たちはあくまでやっぱり110番が入ってしまえば、うん、あのそれに対応しなくちゃならないというのはまず一つですね。それはそうだよね、はい、でも110番が入ったからって言って、うん、ちょっと上上がろう、はい、でそれおかしいよ。ここのね気持ちとしてはですね、あなたの気持ちとしては、はい、うん、これ本当にそれがこれがね、迷惑なのかと言われれば、私たちもそれは疑問は思います。ただ、なんていうんですかね、これがじゃあ駐車違反にならないかと言われてしまうと、はいはい、道路交通法上だと、うん、やっぱりこの一時的な停止であっても、まあ、実際、取り締まる基準にはおそらく達しないと思います、はい、ですけど、駐車違反か駐車違反じゃないかと言われてしまうと、うん、やはり駐車違反ですと言わざるを得ないんですよ。あ、そういうことなの。そうなんです。駐車違反だからどけと。そうなんです。一応あ、どうもすいません。だから駐車違反だったら取り締まりするべきなんじゃない、はい、あるいは そこがですね、うん、あるいはそこはその上で説明しないとさ、はい、あの普通僕の認識だよ、うん、駐車場が満車で待つなら並んじゃうのは当たり前じゃないかってことですよね。いやどこのスーパーとかもそうじゃん、うん、そうなんです。で実際ですねそれはそうじゃん。実際苦情の110番が入ればもうそこはスーパーだろうが、例えば全然違う、なんていうんですかね、遊びスペースだろうが、やっぱり我々警察としてはそこのところに行って、ここはやっぱり一応黄色いこのこれちょっとだいぶかすれちゃって消えなくなっちゃって、駐車違反の場所だっていうのは私も理解してます、はい、ありましてですね、それは理解してますよ。 でもこちらのお前さんに聞いたら、そもそも駐車違反の顔は取ってないで、今ね駐車違反じゃないとおっしゃるから、お願いだとおっしゃるから、おいおいおいって話になったんですよ。ごめんなさい、ちょっとその説明が間違ってたと思うんですけど、駐車違反は駐車違反なんですよ。で、いやでも目の前で駐車違反を見つけたら正直検挙しないといけないんじゃないの今度。ただそこがその交通道路、私も道路交通法詳しいわけじゃないんですけど、道路交通法の難しいところっていうか、取り締まりの基準と取り締まりをしない基準っていうか、その要は節油基準っていうのがあったりするんですよ。それはもちろんわかるけどさ、こいつって黒か白じゃないじゃないですか。いやもちろんそれね、多分よくご存知だと思う。勉強されてるのよ。エルトのそれ で、ね、いや分かってるよ、はい、俺それこそ代々木警察に被疑者としてやられてるからね
八木警察は俺のことを被疑者として今あれ執行猶予2年6ヶ月の一審判決もらってるから、八木警察が NHK の言うことは聞くけどね、俺の言うことは聞いてくれない警察知ってるけど、そういうつもりではない、そういう話じゃなくて、はい、そうですね、これ渋滞も何もしてないじゃんこの道、はい、私多分おそらくなんですけど、まあ、ちょっとあんまりこう公言できないですけど、やっぱ苦情を入れてる方としては、なんかこう、まあ、普段からこの光景を見ていて、分かるよ分かるよ、あのこう何かこう、心に引っかかるものがきっとあって、そうだよね、うん、それは一人のその有権者というか国民のね、はい、不満だと思います。そうなんです。でこれだけの大きな駐車場ね、東京都がやってるわけじゃないですか、でこれだけの大きな駐車場なんだから、はい、ね、待てば当然こんなの30分も待たずに開くんですよ。そうですね、はい、で皆さんはそれをちゃんと端側に寄せて交通の渋滞に妨げにならないようにやってるわけじゃないですか、はい、それをたった一人の通報をもとにね、はい、そんな曖昧な根拠で、はい、その列を崩せと喧嘩になりますよ。よくわかります。あのもう私もこれ今回初めてじゃなくて、何度かこの並んでる人同士が喧嘩になりますよ。要は公平感出ると思うんですよ。ここまで前の方の人ほど長く並んでらっしゃって、そうでしょ、僕2番目に並んでるんですよ。そうですよね、長く並んでらっしゃって、で後ろに来れば来るほど、まあ、短い時間であると。でじゃあ流しながらね、待ってくる、そう、流しながら待たなきゃいけないようなっていう風になると、法律の解釈は、うん、一旦捕まえてくださいよ、僕裁判で争いますよだって判例ないでしょ。おそらくだからあの乗車されてるから、じゃあこれをね、あの切符切りましょうとかっていうのはおそらく不可能だと思う。ないですよね、うん、できないと思うんです。私もね、全部法律でガシガシやろうとは思わないけども、うん、僕らも毎週のようにここに休みの日犬連れて散歩来てるんですよ、はい、で皆さん並んでらっしゃいます。そうですね、ね、並んでますよね。でもこの通り行って、僕ももともとこの5丁目に住んでたから、良い5丁目住んでたから、はい、渋滞しないです、うん、昼間にね、そう流れてる、流れてますよね、はい、実際そう流れてるものに対して、はい、ある意味ルールを守って駐車場を待ってる人たちがね、はい、それでこれ流せって言い出したら、それはちょっと僕ね、警察の越権行為とまで言わないですけどその一人のその苦情を入れてる人に対して偏った業務の遂行されてるんじゃないですか。警察のすいません業務がですね、全て一件のものについても必ず組むっていうスタンスなんです。あ、違うんだよ、はい、だから通報入りますよね、はい、通報入った時に、はい、いや分かってますと、あれは交通の妨げにもならないし、運転手が乗車しているから、はい、駐車違反にならないですと、という説明でその人は終わるわけですよね。まあ、結局通報を受けてるところは通信管理官、いやだから通信管理官して相手の連絡先聞いて説明すればよでしょ。そこの人たちが、まあ、正直言ってしまえば実務経験がそんなにない人たちだ。いやごめんなさい、あの、うん、別に通信の110番の人は直ちに警察官を向かわせます、うん、いいと思うんです。そうですね、でもこれ毎週っていうか、まあ、休みに必ず起こるわけでしょ、はい、起こりますね。そうすると次回からはそれでいいし、はい、何よりも臨場されたお巡りさんが状況を見て、はい、あ問題ないなと、はい、交通が流れてるから問題ないなと。これ例えば流れてなくても、うん、結局ここの車を、まあ、それはこちらの立場としての話なんですけど、うん、まあ、流しますね。で全部車がなくなったとします、例えば、はいはい、そうした時におそらくここの警備員さんの協力を得て、はい、不公平感がないようにその後並び直さないようにちょっとこの 車線止めてくださいとかって話に結局なってしまうんですよ。一緒のことですよね。そうするとこの車線結局使えないんですよ。いや私たちもすごくそこはおかしいなっていうのは思ってるんですけど、だからおかしな状態で、いや僕ね、お前さんがこうやってやってるけども、はい、不本意だなと思いながら手振ってると思うんですよあれ本当にやまないと思ったらそれぞれ運転手さんに知事になりますよ、出てくださいって言うのに、いやいややってると思うんですよで別に僕はお前さんたちを責めるつもりないです。ただ私たちの弱いところが、うん、通報者をお一人でもてかその一人の通報者の通報が、まあ、説明すれば終わりっていう話なんですけど、いや説明、そう、公共の福祉を一番に考えなきゃいけないわけだから、はい、その通報者の一人の話を聞くんではなく、はい、通報者お一人に対しても公共の利害を考えた時には、はい、特に不安安全をね阻害してるわけでもないし、毎週のことなんだから、公園利用者がすごくおるわけだから、その通報者に何か著しい危険や不安を与えてるなら別ですよ。それはちょっと言い返してもらえないですか、ね、すごい
こういうふうになってもらいたいんですけど、実際例えばこれがこの違反とか関係なくて、あのどこかにこう若者が集まっててそれが迷惑だっていう100カバンが入ってありますよね、あのそれが全く要は法に触れてない場合も多いありますよね。いやこれはまだね、あのさっき言ったようにっていうか一過性のものだったら今日だけお祭りしてるんだと分かるんですけど、じゃあ明日もゴールデンウィークですよね、明後日もゴールデンウィークですよね、はい、同じように並びますよね。どうするんですか警察は。その都度また来るんですか。110番が入った、110番が入らなきゃ正直私来ないんですか。実質的にこれをあのどかしてまでっていうの必要性を分かりました。あの最後に僕もカメラにあのこれ本当110番してる人申し訳ないけども、公園で遊びたい人の気持ち考えてください。おまわりさんに無駄な作業させないでください。もうそれだけです、お願いは。でおまわりさんちゃんとね、暑い中こうやって制服着てね、110番ちゃんと臨場してるんで、あの上司の方もさすがにこれはね毎回毎回の光景で、このようにこうやって全然渋滞なんかしてないんですよ。皆さんこう左並んでるんですよ。誰にも迷惑かけてない行為なんで、ぜひあの上司の方は対応してください。以上です。すいませんでした。